第3節、株式会社の役員の解任の訴え。株式会社の役員の解任の訴え。第854条。役員、括弧第329条第1項に規定する役員を言う。以下この節において同じ、括弧閉じの職務の執行に関し不正の行為、または法令もしくは定款に違反する重大な事実があったにもかかわらず、当該役員を解任する旨の議案が株主総会において否決されたとき、または当該役員を解任する旨の株主総会の決議が第323条の規定によりその効力を生じないときは、次に掲げる株主は当該株主総会の日から30日以内に訴えをもって当該役員の解任を請求することができる。1. 総株主括弧次に掲げる株主を除く括弧閉じの議決権の100分の3括弧これを下回る割合を定款で定めた場合にあってはその割合括弧閉じ以上の議決権を6ヶ月括弧これを下回る期間を定款で定めた場合にあってはその期間括弧閉じ前から引き続き有する株主括弧次に掲げる株主を除く括弧閉じ。い当該役員を解任する旨の議案について議決権を行使することができない株主。当該請求にかかる役員である株主。2. 発行済み株式括弧次に掲げる株主の有する株式を除く括弧閉じの100分の3括弧これを下回る割合を定款で定めた場合にあってはその割合括弧閉じ以上の数の株式を6ヶ月括弧これを下回る期間を定款で定めた場合にあってはその期間括弧閉じ前から引き続き有する株主括弧次に掲げる株主を除く括弧閉じ。い当該株式会社である株主。ろ当該請求にかかる役員である株主。第2項公開会社でない株式会社における前項各号の規定の適用についてはこれらの規定中6ヶ月括弧これを下回る期間を定款で定めた場合にあってはその期間括弧閉じ前から引き続き有するとあるのは有するとする。第3項第108条第1項第9号に掲げる事項括弧取締役括弧監査等委員会設置会社にあっては監査等委員である取締役またはそれ以外の取締役括弧閉じに関するものに限る括弧閉じについての定めがある種類の株式を発行している場合における第1項の規定の適用については同行中株主総会とあるのは株主総会括弧第347条第1項の規定により読み替えて適用する第339条第1項の種類株主総会を含む括弧閉じとする。第4項第108条第1項第9号に掲げる事項括弧監査役に関するものに限る括弧閉じについての定めがある種類の株式を発行している場合における第1項の規定の適用については同行中株主総会とあるのは株主総会括弧第347条第2項の規定により読み替えて適用する第339条第1項の種類株主総会を含む括弧閉じとする。被告第855条
前条第一項の訴え括弧次条及び第937条第一項第一号ぬにおいて株式会社の役員の解任の訴えという括弧閉じについては当該株式会社及び前条第一項の役員を被告とする。訴えの管轄第856条株式会社の役員の解任の訴えは当該株式会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。第4節特別清算に関する訴え役員等の責任の免除の取り消しの訴えの管轄第857条第544条第2項の訴えは特別清算裁判所第880条第1項に規定する特別清算裁判所を言う。次条第3項において同じの管轄に専属する。役員等責任査定決定に対する異議の訴え第858条役員等責任査定決定第545条第1項に規定する役員等責任査定決定を言う。以下この条において同じに不服があるものは第899条第4項の規定による送達を受けた日から1ヶ月の不変期間内に異議の訴えを提起することができる。第2項前項の訴えはこれを提起する者が対象役員等第542条第1項に規定する対象役員等を言う。以下この項において同じであるときは清算株式会社を清算株式会社であるときは対象役員等をそれぞれ被告としなければならない。第3項第1項の訴えは特別清算裁判所の管轄に専属する。第4項第1項の訴えについての判決においては訴えを不適法として却下する場合を除き役員等責任査定決定を認可し変更しまたは取り消す。第5項役員等責任査定決定を認可しまたは変更した判決は強制執行に関しては給付を命ずる判決と同一の効力を有する。第6項役員等責任査定決定を認可しまたは変更した判決については受訴裁判所は民事訴訟法第259条第1項の定めるところにより仮執行の宣言をすることができる。第5節持分会社の社員の除名の訴え等持分会社の社員の除名の訴え第859条持分会社の社員以下この条及び第861条第1号において対象社員という括弧閉じについて次に掲げる事由があるときは当該持分会社は対象社員以外の社員の過半数の決議に基づき訴えをもって対象社員の除名を請求することができる。1. 出資の義務を履行しないこと。2. 第594条第1項第598条第2項において準用する場合を含むの規定に違反したこと。3. 業務を執行するにあたって不正の行為をしまたは業務を執行する権利がないのに業務の執行に関与したこと。4. 持分会社を代表するにあたって不正の行為をしまたは
代表権がないのに持ち分会社を代表して行為をしたこと。5. 全各号に掲げるもののほか、重要な義務を尽くさないこと。